おはようございます。おはようございます。自由民主党東京選出の高木啓でございます。本日は予算委員会第2分科会の質疑の時間をいただきまして誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げたいと存じます。で早速質疑に入りたいと思いますが、私は長年地方議員を務めてまいりましたので、国と地方自治体の関係というものに対して大変関心を持って今までを見てきましたし、地方議員の時代は地方から見て、今衆議院議員になりましたので国と国から見る地方自治あるいは地方自治体という見方をさせていただいておりますが、実は最近その地方分権のですね育成に危惧を感じることも実はたびたびあるわけであります。で住民自治の重要性というものを私は否定をするものでは全くないんですが、しかしながらその国の根幹に関わることに対してある意味でその自治体のですね、意向のみが優先するあるいは優先しているのではないかというようなことが疑われるような現状も実はあるわけでありまして、そのことに対して実はその危うさを感じるときがあるわけであります。で例えば最近の例で申し上げますと、沖縄県宮古島市のですね、防衛省施設に、市がその港湾使用の許可を出さなかったということでですね、弾薬のその搬入ができなかったという事例がございました。でこれはその我が国の安全保障に関わる、重大な事案でありまして、で結果的には約3ヶ月程度遅れてですね搬入はされたんですけども、しかしその3ヶ月という期間がそもそも予定されていた時から3ヶ月遅れて搬入された、だったらそれでいいじゃないかというわけにはこれはいかないと思うんですね。でまた私のこの東京都においては、東京都武蔵野市で、市長提案のですね住民、投票条例、これが常設型のですね住民投票条例のその制定をめぐって3ヶ月以上同市に滞在する外国人にも投票権を付与することの是非などがですね市議会で大変大きく問われたわけであります。でこの条例案については市議会の委員会では可否同数で委員長採決で可決をされた、そして本会議では3秒差でですね否決をされたわけなんですけども、可決成立していれば実はその地方自治といえども憂慮すべきこの条例がですね制定された可能性があったと私は非常に強く思っているわけであります。こうした事例について総務大臣はどのようにお考えになるか、ぜひ見解を聞かせていただきたいと思います。金子総務大臣。高木委員にお答え申し上げます。先ほどお話がありましたように、高木委員、都議会時代からですね、国会に対してご提言を賜っておりまして、私も以前から存じ上げているわけでございますが、今回もこういう問題を取り上げていただいたわけであります。地方自治法におきましては、国と地方の基本的な役割分担の原則につきましては、規定がありますが、この中で、国は国際社会における国家としての存立に関わる事務の実施など、国が本来果たすべき役割を重点的に担うこととしつつ、住民に身近な行政はできる限り自治体に委ねることが基本とされております。また国際社会における国家としての存立に関わる事務の具体例としましては、外交、防衛、通貨、司法等が考えられるところでございます。他方憲法及び地方自治法の規定によりまして、自治体は法令に違反しない限りにおいて地域における事務などに関して条例を制定することができることとされています。一般論としてのお答えになりますが、こうした国と地方の役割分担の原則を踏まえ必要な制度の整備運用が適切に行われるべきものと考えております。委員長。高木啓君。法令に違反しない限りというのはね、それはもうもちろんその通りだと思いますので、それはそれで結構なんですが、しかしその法令に違反しない限りにおいてですね、
まあ、今事例を申し上げました安全保障に関わるようなこういうその装備 の、 その配置が遅れたりとかですね、でこういうことは本当にいいのかどうかということをぜひ大臣におかれましても研究をしていただければ大変ありがたいと思っています。でこの宮古島の事例は、まあ、国の権限がその保護されなかったと私は思っています。そして安全保障上の懸念が発生したとも実は思っています。宮古島の沖は宮古海峡でありまして、あそこは国際海峡ですから毎日のように、まあ、他国の潜水艦やですね、あるいは艦船が通っている、その目と鼻の先でこういうことが起こっているわけですから、こういうことに対して私はやはり重大にこれ受け止めるべきだというふうに思います。でそこで国はですね、やはりこういうことに対しての法整備あるいはその対策、さまざまな法律の運用も含めてですね、こういうことを考えるべきだと私は思いますが、大臣の見解をお伺いしたいと思います。金子総務大臣。先ほどご答弁しました通り、地方自治法におきましては、国は国際社会における国家としての存立に関わる事務の実施など、国が本来果たすべき役割を重点的に担うことを基本として、自治体との間で適切に役割分担をすることとされております。まあ、こうした国と地方の役割分担の原則を踏まえつつ、例えば、安全保障上の観点など社会経済情勢の変化に応じて必要がある場合にはですね、関係省庁において必要な個別法令の整備見直しが検討されるべきものと考えております。委員長、高木慶君。ぜひそうした事例をですね、こう敏感にこう集めながら関係省庁でやはりしっかり検討していただくことも大事、そしてもう一つはやっぱり国と地方の関係を第一義的に司っているのは総務省でありますから、総務省もしっかりとそのあたりの意見をですね言いながらですね、やはり我が国のこの国家存立に関わること、このことに対してしっかりと私は対策を取るべきだということをぜひお願いをしておきたいと思います。大臣お忙しいでしょうから、質問終わりました、大臣に対する質問終わりましたのでご退出いただいて結構でございます。ありがとうございます。大臣どうぞ。さて先ほどお話もさせていただきましたが、東京都武蔵野市のですね、常設型住民投票条例についてでありますが、私はこの問題はですね、地方自治と議会制民主主義に投げかけたその課題が極めて大きいと考えています。で住民投票にはいくつかの、まあ、事例、種類があると思っておりますが、まあ、基本としてですね、住民投票というのはまあ、議会制民主主義のやはり補完機能であるというこの原則は押さえておかなければいけないと思います。で一方でですね、この常設型ということになりますと、これ運用のあり方など、まあ、別の課題も私は想定をされるんだろうと思っておりまして、常設型住民投票条例、住民投票という制度ですね、この常設型住民投票という制度自体に問題はありはしないのかと私は思います。でこれすべて地方自治の世界の中でどうぞご自由におやりくださいということになりますとですね、これ例えばこの武蔵野市の事例で言えば、この投票権、投票をする権利ですね、この投票権を自治体が独自に設定できることになっていて、先ほど申し上げたように3ヶ月滞在をしていれば外国人の方がですね、投票ができるような、まあ、そういうこともできるわけであります。でこれは、外国人地方参政権につながるような、まあ、投票権を短期滞在外国人まで広げるということが適切なのかどうかということが問われたんだと私は思います。で一般的にその住民投票には法的拘束力がないというふうにされているんですが、これ全体でですね、この住民投票を仮に、まあ、一つの自治体でですよやったときに、その結果が出て、そしてそれを法的拘束力がないからといってですね、まあ無視をするというか、いやそれはなかったことにしましょうねというわけにいかないわけですよ。
ですからこういうところにその地方自治といえどもですね、この外国人特にその短期滞在のですね外国人にもその政策決定に参画させるということが適切なことなのかどうか、このことをぜひ総務省の見解を問いたいと思います。総務省自治行政局長吉川博美君。お答え申し上げます。先ほど大臣のご答弁にもありましたが、憲法94条および地方自治法14条1項の規定により、地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて地域における事務等に関して条例を制定することができることとされております。地方公共団体における一般的な住民投票についての法律の規定はございませんが、議会制民主主義を補完し住民意思を把握する手法の一つとして条例に基づいて住民投票が行われているものと承知をしております。ただしご指摘のとおり、このような条例による住民投票につきましては、投票結果について町や議会に対する拘束力を持たせることはできないものでございます。その上で、あらかじめ住民投票の対象事案や投票資格者などを定めておく、いわゆる常設型とするかどうか、あるいは外国人住民を投票資格者に含めるかどうかなどにつきましては、各地方公共団体において適切に判断されるべきものと考えております。委員長、高井圭君。各地方公共団体において適切に判断をすべきだと、それは原理原則がその通りなんですよ。で、原理原則がその通りなんだけども、じゃあこれがですね、全国に広がっていったらどうするんだということを危惧してですね、私は。で、今回のその武蔵野市の事例で言えばですね、まあ、結果的には条例は制定をされなかったということなんですが、これ市を二分するような議論が行われてきたわけですね、この間。で、そのこと自体も私は住民自治にとって極めて不幸だと思いますよ。極めて不幸。つまり一つの市の中でですね、私は賛成だ、私は反対だということで、住民の中でいわゆるその二分されるような議論が起こるということは、それは物によってはあるかもしれません。しかしながら、こういうですね、制度をめぐって特にその本当にこれはいいのかどうかと、我が国にとってこれが必要なのかどうかという視点で見たときに、この、まあ、問題というのはですね、私は極めて住民にとって不幸なことであったと思うわけであります。で、こうしたことを私はですね、やはり総務省はですね、きちんと地方自治体に対して、まあ、どういう地方自治あるべきなのかということの助言やですね、あるいはそういう技術的な支援とか、まあ、そういうことも含めてよく考えていただきたいと、このように思います。そして私はこの常設型の住民投票、そしてこの外国人参政権にもつながるようなこうした制度は適切ではないと思っておりますので、まあ、ぜひですね、今回の件を契機にして、よくこの常設型住民投票条例、そしてその中身がどうなるのかということに、総務省としても注目をしていただきたい、このように思います。地方自治の原則は住民自治ですから、住民がどういうふうにこの町を、自分たちの町をどうしたいのか、それは原則はそうです。しかしながら、こういうことも起こるということをですね、ぜひ私は肝に銘じておいていただきたいと思います。次の課題に移ります。拉致問題についてお伺いをさせていただきたいと思います。北朝鮮による日本人拉致事件の解決は我が国および歴代政権最大の課題でございます。で、現在本問題に対する地方自治体の取り組みはどのように行われているのかということをまず伺いたいんですが、例えばその拉致問題のですね、啓発部隊劇恵みへの誓い奪還というのがありますが、まあ、こういうものの上映とかですね、あるいは映画恵みへの誓いというものが、これは民間ですけども作られた、あるいは政府の方ではアニメの恵みという映画も作られている。で、こういうものがですね、それぞれ地域地域で上映をされるように、まあ、自治体が主催して、まあ、開催された拉致問題啓発事業というのはこの数年どの程度行われてきたのか、ぜひ教えていただきたいと思います。
内閣官房内閣審議官岡本司君。お答えします。数字についてのご質問についてお答えさせていただきたいと思います。まず、舞台劇恵みへの誓い奪還 の上演回数でございますけれども、これは自治体と共催で、政府拉致問題対策本部主催で、上演しているものでありますけれども、これまで、45回開催しております。このうち2回は今年に入って、コロナの感染が拡大する中で、無観客で、上演して、でそれをビデオに収録して YouTube 配信しております。それから映画恵みへの誓いの上映会ですけれども、これにつきましては民間ベースでやっているものですけれども、映画制作委員会のホームページを見ますと、これまで自治体主催でやっている上映会は5回開催されているものと承知しております。委員長。高木慶君。全国に自治体って確か1700いくつですね、今ね。1718でしたかね。とにかく1700を上回る自治体があって、自治体主催でやっているものが舞台劇としては45回2回は無観客、そして、その民間が作った恵みへの誓いは、5回と、これいかにも少ないように思うんですけども、これ啓発事業をですね、もっとさらに私は進めるべきだと思うんですけども、ぜひ決意を含めてですね、政務官ご答弁いただけないでしょうか。宮地拓磨内閣府大臣政務官。拉致問題の解決のためには、日本国民が心を一つにして、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意思を示すことが重要であると考えております。政府は地方自治体とも連携しつつ、全国各地で映画やアニメ等の上映会、集会、舞台劇等各種啓発事業を行事を開催しております。またこれまで拉致問題について触れる機会の少なかった若い世代、私自身我が地元鹿児島で、市川修一さん、増本留美子さんが拉致被害に遭った時まだ生まれておりませんでした。そうした若い世代への啓発が大変重要な課題となっておりまして、全国の教育委員会等の協力を得ながら、教員等を対象とした研修や中学生高校生を対象とした作文コンクールを実施していただいております。さらに地方自治体においても、独自に県民集会や市民集会を開催したり、ホームページ、パネル展示、広報誌等各種媒体を使って拉致問題に関する啓発に取り組んでいただいております。このような地方自治体における取り組み状況については、毎年拉致問題対策本部事務局において自治体に紹介の上取りまとめて、相当な部数になりますが、政府拉致問題対策本部ホームページに掲載いたしまして、他の自治体における事例を参考にしながらさらなる取り組み強化をお願いしております。政府としては今後とも地方自治体ともしっかり連携を図りつつ、拉致問題に関する啓発活動に積極に取り組んでまいりたいと考えております。委員長。高木慶君。宮地政務官のご決意、ぜひですね、実現していただきたいとこのように思っています。で、ご答弁にありましたように強い意志が必要なんだと、つまりですね、拉致された日本人を取り返すということがまず大事でございまして、それには強い意志が必要、そのためにはこの拉致事件というものが広く国民に知れ渡らなければいけないですね。それで何かその認定拉致被害者も17人からもうずっと数も変わらないで膠着状態にあるということで、この拉致事件自体が風化をしないのかどうだろうかということが非常に心配になるので、こういう広報活動、映画や舞台劇を通じてですね、これは大事だというふうに私は思ってるんです。で、実は私の地元で去る2月12日先般の土曜日ですけども、この映画恵みへの誓いの上映会を開催をさせていただきました。120人以上の方々がお集まりをいただきまして、大変多くの方からですね、後々 その終わってからのアンケートを取らせていただいて、いろんなご意見を頂戴しました。で、その中のちょっといくつかを披れきをさせていただきたいと思うんですが、例えばですね、
多くの方に知ってもらいたいので、今後も上映会を開いてほしい、30代の女性の方、それから拉致問題を風化させてはいけない、人事ではない、これも30代の男性、そして素晴らしかった、何か取り組めたらと思った40代の女性、自分事として考えてもらいたい、この言葉に全てが含まれていたと思う50代の男性。この問題は日本の問題ですという言葉が胸に突き刺さった、早く解決できるように行動したい50代の女性の方。国民に広く情報や取り組みを伝え、次世代の若い方たちにも知らせていくことが大切だと思った60代の女性。学校教育の中でもしっかり伝えていくべきだ、政府は本当にやる気があるのか甚だ疑問だ、救う会に入会して微力ながら活動したい60代の男性。最後になりますが、何か協力したいと思いながら今回の上映会を知り、北区でやっていることに驚いた、もっと日本中に広めてほしい70代の女性の方。実はですね、このアンケートを見て私分かったんですけども、やっぱりこういうその事業をやってるということ自体があまり知られてないということですね。ですからこれ積極的にですね、政府も予算をつけてこの広報活動、そして舞台劇や映画を各地域でですね、やはりやっていただく、上映していただく、上演していただく、このことにぜひ注力をしていただきたいと思います。私も実はこの恵みの誓いをこの間改めて見たんですが、そのストーリーの断片は全部知ってます。横田めぐみさんが拉致をされたシーンや、あるいはさまざまなその事案 そのどういう経緯でということもほぼ知ってます。ところが活字で知っていることと映像で見て知っていることはですね、映像で見て本当に衝撃的でした。ですからやっぱりこれはですね、目で見せなきゃいけない、映画でも舞台でもぜひこれもっと力を入れていただきたいと思います。で特に舞台は1回1回ですので、この1回1回がですね、お金がかかっておりますから、これぜひ予算減らさないように、ぜひともこれをですね、頑張って広報活動に力を入れていただきたいということを改めてお願いをしておきたいと思います。で次の課題に移りたいと思います。選挙の投票率の向上に向けてなんですが、で各級選挙の投票率を向上させるために、私は期日前投票所をさらに充実をすべきだと思っているんですが、その設置は自治体に基本的には任されていると思います。で期日日投票日に設置される投票所の数と同じレベルでですね、私は期日前投票所が人口や面積に応じてやはり設置されるべきだというふうにも思うんです。でそれがどのぐらいがいいのかというのは、これはまあいろいろな検討の課題があると思うんですけども、期日前投票所を増やすことによって投票率は必ず上がると思いますから、ここはですね、いろいろアイデアを駆使してこの期日前投票所を多くしていただきたいというふうに思います。ぜひこの点について、お答えをいただきたいと思います。総務省自治行政局選挙部長森源治君。お答え申し上げます。期日前投票所につきましては、公職選挙法上市町村に1か所以上設置することとされておりますほか、期日前投票所を設ける場合には当該市町村の人口、知性、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置などの必要な措置を講ずるものとされております。総務省としては選挙の公正を確保しつつ、選挙人の投票機会を確保する観点から、期日前投票所を積極的に設置することは重要なことと認識しておりまして、そのため期日前投票所の増設のほか、買い物や通勤の際に投票できるようにするための、頻繁に人の往来があるショッピングセンターとか駅構内などの選挙人の利便性の高い場所への設置、あるいは投票所までの距離が遠い方などのため、複数の箇所を巡回する自動車を用いた移動期日前投票所の設置につきまして、各選挙管理委員会に対し、各地域の実情に応じて積極的に行っていただくように要請をしておるところでございます。またこれらの取り組みについてまとめた事例資料を作成し、横展開を図ってきたほか、昨年の総選挙で増加しました移動期日前投票所の取り組み事例の調査を行っておりまして、今後調査結果を総務省のウェブサイトに掲載するとともに、全国の選挙管理委員会にもフィードバックする予定でございます。
さらに国政選挙におきましては、こうした期日前投票所の設置に要する経費を含めまして、選挙執行経費基準法に基づく地方公共団体への委託費によりきちんと措置をしておりまして、それぞれ実情を踏まえた検討が行われまして、今回の衆議院選挙では、前回の29年衆議院選挙の5384箇所から5940箇所へと1割程度増加しておるということでございます。引き続き必要な財政措置を行うとともに、各選挙管理委員会において期日前投票所の増設、あるいは利便性が高い施設等に期日前投票所を設置するよう積極的な取り組みを促してまいりたいと存じます。以上、高木圭君。移動式とかですね、いろいろやっていただいたのよく分かってますので、ぜひ進めていただきたいんですが、利便性を求めすぎてですね、その投票所が小さくなっちゃうところがあるんですね。でそういうところは、例えば衆議院選挙などでは、選挙区と比例代表の2回投票しなきゃいけないんだけども、この投票権をいっぺんに渡してたりとかですね、するところもあるわけですよ。ですから、利便性も大事なんですけど、そのスペースやですね、場所の問題をよく考えていただいて、この投票率が向上するように期日前投票所ぜひさらに充実をしていただきたいと、このように思います。で、もう一つ選挙について、私は期日前投票は立候補者が確定をしたら翌日からですね、期日前投票ってできるようになるんですけども、ところがですね、選挙公報が届かないんですよ。でこの選挙公報はつまりその皆さんの判断材料ですから、ぜひですね、期日前投票のスタートと同時に見れるようにしていただきたいという意味では、やはりデジタル化をしっかり進めるべきだというふうに思いますが、ご見解を伺います。自治行政局選挙部長、森源治君。お答え申し上げます。選挙公報につきましては、候補者との検討を選挙人に周知し、選挙人が投票するにあたっての判断材料を提供するための重要な手段の一つでございまして、市町村の選挙管理委員会から配布しておりますけれども、これに加えまして、選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載につきまして、平成24年以降、国政選挙の都度各都道府県選挙管理委員会に通知を発出しております。同年以降の国政選挙におきましては、すべての都道府県選挙管理委員会において委員ご指摘のデジタル化、選挙公報のホームページへの掲載が行われているものと承知をしております。また令和元年の公選法改正によりまして、この選挙公報の掲載文につきまして、候補者や政党等が電子データにより提出をいただくことが可能となりましたので、全体的に選挙公報の都道府県選挙管理委員会のホームページへの掲載に要する日数が短縮されております。例えば令和3年の衆議院比例代表選挙の選挙公報につきましては、すべての都道府県選挙管理委員会ホームページへの掲載が完了した日は、法改正前の平成29年と比べますと、3日間早くなっているというところでございます。総務省としては引き続き各都道府県選管に対しまして、早期のホームページ掲載を促したいと考えておりまして、これにより候補者情報の早期提供を図ってまいりたいと存じます。高木圭君、ありがとうございました。終わります。これにて高木圭君の質疑は終了いたしました。はい、次に、次に尾形凛太郎君。